アシストスーツで腰の負担を軽減。キャベツをたくさん収穫。広い麦畑でドローンを使い、水や肥料をまいたり、日光が当たりにくい場所を調べて夜中にキュウリを照らす。トマトの成長具合を撮影して分析。まんべんなく水をあげて一番おいしいものだけを収穫。 AI を活用することで人がやっていたことが効率化され、人手不足を解消。収穫量が安定したり、温室効果ガスの削減にもつながるんだって。そのために今は AI だけではなく、自分も一緒に AI と共存ですよね。最終確認はやっぱり人の目が一番、まだ自分の中では絶対だと思うし、植物も人間と同じだと思ってる。我が子のように可愛がって話を聞いてやるって。そう、作る人の愛だって大事。人の愛と AI が試行錯誤を重ね、未来への可能性を育てている。地球に優しく、働く人にも優しく、持続可能なスマート農業へ。愛知県。